ちは。こんにちは、どうも。沖縄に行かれたり。はい、まあ、無事って帰ってくることができました。はい、楽しかったですか？楽しかったですか？大変でした。すっかり。やっぱ肩首が悪いですね。あーですか、あとやっぱちょっとね、王道のここですね。位置が悪かったんで、ガラ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 こういう状態で。ガラガラ。わかりました。じゃあ今日もまた見させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱまた右に傾きが。ちょっとこっちにずれますね。はい。右の腰で響きましたね。あ、そうですか。あ、ボキって言いましたね。あ、ボキボキ言いますね。背骨詰まってますね。結構時間もかかりますよね。その乗車時間っていうか、まあ、まあ飛行機。そうですね、やっぱり家から空港に行くにも時間かかるし、で飛行機でまあ3時間半ぐらいかかったかな、確かそんなもんですね。狭いですかね。2時間だった確かそのぐらいですね。でまた空港からまた移動もありますし。行ったところがモノレールで行ける範囲だったんで、良かったです。やっぱ車がないと向こう無理ですね。そうですよね。結構沖縄ね、狭いようでね、車ないとね、なかなか回れないですよね。だからレンタカーとか、あとまあね、バイク借りて移動する人もいましたけど、おお、やっぱ横も全部痛いですね。痛いというか、張りな感じで。そうですよね。痛いです。なってますね。伸びが悪いですね。硬い。また凝りたかった。そうですね。やばいですね。首がありますね。すごいですね。なんか昨日雨降った時、すごいきつかったですよね。
ああ、痛いっすね。痛い。もう一歩手前、なんか、動かなくなったりしてもおかしくなさそうなので、かなり疲れてはいますね。首も腰も昨日の、なんか、急に具合悪くなってね。うん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 、湿度高いときって痛みとかね、強く出やすいですからね。困ったもんですね。うわぁ、うわし。うぅ。痛いですね。いやぁ、なんか、しみる。うん、どっと疲れますよね、帰ってくるとね。そうですね、なんか2泊3日だと忙しいから、なんかそう、ね、気が抜けないっていうか、全部詰め込むんだよね。え、全然他見てないんですよ、うん、見れないですよね。見てない、本当に。全部もう、なんか仕事行って帰ってくるみたいな、そんな感じ、まあそんな感じですよね。タイトでよく海どうでした、うん、とか聞かれるけど、うんうんうん、いや飛行機の上からしか見てない。入ってないし。見てないみたいな。近寄ってないみたいな。沖縄はやっぱり綺麗ですよね、空も海もね。いや全然違いますね。ね、うん、島時間だからお料理屋さん行くとイライラしたりしちゃいません？いや、あの俺そうでもなかったです。なかったんですけど、ただなんか、はい、今日人がいなかったからもう閉めてきちゃったよとかそういう人いましたけど、カフェやってる店長ですみたいな感じで言ってて、いやもう閉めてきちゃったよなんて、そんな感じとか、さすがそう、そんな気真面目じゃないんですよね。そう、だからもう夕方にはだからやっぱり閉めちゃうお店とか、個人のところはですよね、お金稼ごうみたいな気持ちもね、薄いんですよね、割と。どうなんですかね、本当ね。うん、結構そういうふうには聞きますね。うわ、聞くな、今日。うん、うわ。うん、この沖縄のお酒飲んでくれてありがとうみたいな感じで。へぇー。うん、むしろ嬉しいですね、そう言ってもらえると。そう、そんな感じで。うん、なるほどなぁとか思いながらも、やっぱり住んだら住んだら大変なんだろうなぁと思って、やっぱり。まあまあまあ、まあ、ただどこもあれじゃないですか、住めば都な部分と、そうですね、隣の芝生は置いてきな部分と。ありますよね。うん、ただの憧れじゃ住めないなっていう。いやー、でもそれはそうだと思う。うん、なんか、車なんかもすぐ錆びるっていうし。そうですね。やっぱ、建築物見ても、やっぱそういうなんか、うん、部分、なんとなくやっぱ見ますね、これ、うん。いいところもあるけど、いいとこばかりではないですよね。そうですね。まあ、それはもうどこもそうですよね。まあ、確かに。うん、東京一つ取ったってそうですもんね。まあそうですよね。うわ、今日なんか足がきついな。ですね、いやー、うわうわうわ。ああ。
とやっぱ痛いですね。痛いですね。もう合ってますね。今になってきたのかな。いや、あると思いますよ。なんかちょっと一段落してからっていうかね、うん、筋肉痛感とか全くないですけどね、うんうんうん、触られるとすごく痛いっていう、うんうん、いや、溜まってますもん、うん、凝ってますし、うん、張ってますしそれで昨日のやっぱ雨も相まってって言われてたね、うんうんうん、かけるのってね、結構ね、疲れますよ、本当に消耗しますよ。あの、こう、長距離を短時間で移動するってことも結構な負担だと思うんですよね。そうですね、確かに確かに、ね、でまた、あの、環境も違うところで、ね、寝泊まりして、そう、うん、全然ね、やっぱり温度にしろ、湿度にしろ、ね、そう、ね、寝てる環境とかベッドもね、変わるとね、いろいろとなかなか落ち着かないというか、あとはやっぱ違うものを食べたり飲んだりしますからね。それもそうですよね。いや、久しぶりに飲みましたね。なるほど、すごい、まあ、お酒やっぱりそうですよね、ある程度やっぱりたしちょっとの飲む分にはね、まあ、いいんでしょうけど、割とみんなでワイワイ飲んでると思うよりも大量に摂取してしまうということはあるのでね。結構肝臓の負担になったかもしれないですね。いやー、すごい、なんか、うん、うん、ただ、まあ、変な悪酔いは全然次の日なかったんですけど、いや、でもなんかすごかったですよ、やっぱり、あの、なんですかね、フランスの方と、うん、アイルランドの方ですかね、フランス人、アイルランド人、ゲストハウスだったんで、はい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 、みんなで青森も出して、言葉は、いや、もう皆さん話せるんですよ、日本語が。すごいですね。そうなんです。で、なんかアイルランドの人がなんかあの熊本に住んでて勉強してるとかって、うん、まあ、まだ片言なんですけど、へで、フランスの人がやっぱなんか、なんか日本で仕事がしたいとか言ってました、ね、まだ学生っぽいんですけど、あ、若いんですね、そうです、全然もう言葉のし心配なかったです、うん、それは良かったですね、うん、すごいですね、その日本語を覚えるって。そうです、でしかも花札やってましたからね。へえ逆に私花札できない、すごい、すごい、ルールわかんないっす、すごいっすよ。へえ、そうなんだ。で、青森飲んでなんか笑ってましたからね。へえ、日本の文化はもう、そうです ね、親しんでるというか分かってるんですね。だからやっぱ今後はやっぱどんどんこういう風になっていくんだろうなと思って、うん、ああ、まあ異文化交流はね、お疲れ様でした。ありがとうございました。どうも、はい、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。哲也さんのチャンネルもあります。はい、はい、あのね、ダンサーセラピスト哲也ね、下に概要欄にね、あのリンク、はい、貼っていただきますので、はい、貼っておりますので、よろしければご覧ください。はい、では See you。